DNA バウアー、非常に不運な部分もある。感触で言えば、今年一番ぐらい。試合後、バウアーは投げたボールをことごとくコンタクトされてしまった。うまく打たれたなと思うと振り返った。状態面に関しては、感触で言えば、今年一番ぐらいの状態だった。コントロールも良かったと思うが、ボール球で打たれている。そういった意味では、本当に不運な部分もあったのかなと思うと、問題なかったことを強調。運だと思ってるのはあかんわ。2ストライクまでは本当に良かったしたしかなんだが、そこから仕留めきれないのには、運だけじゃない何かがあるはずや、何かが。バウアー本人は自身の球を分析しまくって、動画にしたりもしてるから、相手も研究対策し放題ではあるよね。今日の投球をたまたま扱いするのが、今日一の秘宝やろ。じゃあもう、配球を変える気があるのかどうかだな。次の登板で完封しても防御率5点台な模様。バウアーに物申せるやつがチームにいないのが一番の問題よね。低めに投げてくれ、頼むから。3登板で3回ともイニングを超える安打打たれて運が悪かった白さ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。